パート2です上山先生にお聞きしている今回の総選挙パート2では今度は議席を50伸ばした立民党について話を持っていきたいと思います上山先生よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします今立民党ではおそらく本部支部問わず浮かれていると思うんですがこの立民党の勝利 なんかそれは自民党の負けの部分がそっくり立民に行ったかのようなそういう数字になっているんですが上山さんはこの立民党の勝利ですね50個も伸ばしたこれをどんなふうに見ていらっしゃいますかえこれはあのー、立憲民主党が自分たちの力で取った議席というよりはむしろ、はい、自民党の低ら落によって転がり込んできた敵質による 議席の獲得に過ぎないというように思います、うんえー。立憲民主党がこの間何かあ国民に対して気の利いたことを言ったとか、うん、あ何か気の利いたことを各候補者たちがですね、うん、それぞれの選挙区でしてきたなんていうことはほとんどありません。はっきりはしてもらって。あのー、まあとにかくね、立憲民主党の各候補者というのは、 政権与党の批判をするだけでね。たと、うんえー、えその野党の議員でもね、本来その選挙区の中で自分たちができること、地元の有権者たちのためにですね、様々なその汗をかいてやれることっていうのは一般あるんだけれども、そういうことしてませんよ。はっきり言って。日頃から、日頃からこの地元の有権者と会い、そして自分の足で歩き、 えー、要望を聞き、陳情を聞き、えー、それをですね、役所に持っていき、どうその制度的な修正をしていけば、あこの有権者の声に応えることができるかという、そういう地道なですね、えー、この政治活動というものを野党がしているなんていうことは、ほとんどありません。ああ<ー>。もうね、立憲民主党の議員なんて恐ろしく怠慢ですよ、はっきり言って。<laughs> <laughs> はい その点は自民党だって怠慢でもうぜあの前回の会でもこんなもう怠慢はもう信じられないということを私申し上げたけどね、はい、それに輪をかけて怠慢なのがはっきり言って立憲民主党や国民民主党なんですよ。うん、もう彼らは本当その地元で、えー、人の,この批判をするだけで、ね、自分たちでは何にも動かない。 心情に行ってもですね、偉そうに何かがああだこうだとその論評をするだけで、結局、物事を前に動かしたことがないえ、こういう人たちばっかりなんです。で、それでもね、まあ、今回、こういう形で50議席を取れたというこの怠慢でありながら、やはりこの適質によるところが大きいと。 なぜならばその、まあ、自民党支持者の中からもですよ、はい、1>, お1割、2割というレベルで、うん、この立民に票が流れたという、この出口調査の結果等もありましたですね。うん、あのさらにね、私、今回は面白いなと思ったのは、公明党の支持者が、あもっと言うと公明党の学会員の人たちがですよ、はい、今回、この自民候補の支援に、 回らなかったということ。結構な割合で、えー。私の感触ではですね、1割から2割、場合によっては選挙区によっては2割以上ですね、この公明党の方々がその立民に票を入れてますね。あのー、確かにですね、党としては、公明党の党としては、もうこれまでにないぐらい自民党候補の支援にですね、かなりその積極協力の要請を していたんですよ。はい、もう、これ、公明党としてもですね、えー、自分たちのですね、持っている小選挙区、特にまあ大阪では4つ、それから兵庫には2つ、上昇関西と呼ばれているところ6つ、うん、まあ公明党の小選挙区があるんですけれども、うん、まあこうしたところで危機がささやかれる中でね、自民党票を獲得しなければ、もう勝ち上がってくることができないと、この上昇関西の中でね。 えー、こういう期間、まあ、で、えー、党としては、公明党の党としては、もう必死になって、今まで以上に自公の連携を進めるというタッグを組んでたんだけども、現場がもう冷めきっちゃっててね。例えば現場が、うんえー。公明党の現場、もうこれが冷めきっちゃっててね、えー、っと公明党の女性部、特に。 あ婦人部っていうと、なんか鉄の団結みたいな気がするんですがうそうなんです、これはもう鉄の団結で、ここをもう抑えにかからないと当選できないんですけれどもね、うんこの公明党女性部、婦人部が、ですね、えー、完全にそっぽん向いてましたね、<の>もうた、うん、私たちはもうこんな腐った自民党に応援することなんてもうできませんよと。 何ならば、この野党に票を入れるというようなことをまでしていると。まあ、これが、その、うん、公明投票が1割、2割も、えー、実はその立民などに流れたという点、えー。これがやはり私は非常に大きかったのではないかなと思います。まさにそういう意味では、うん、適質なんですね。うん そしてでは、もっと自律的に今のは自民党、公明党という、立民党から見て、他者がまああの失敗してくれたという、そういうお話なんですけれど、じゃあ、のこの立民党がじゃあ、自律的に何かしたかというと、上山さんのさっきの話では、ここ数年、何にもしてこなかったという、そういうことなんですよね、はい、<laughs> 何もしてません、見事にしてません。はい で彼ら、野党なんか何もできないでしょうと皆さん思われるかもしれないけど、そんなことありません。うん、あのいくらでもできます。はっきり言ってねあの、議員のバッジつけてないような立民党の諸君だってね、はいえー、やれることはいくらでもあるんです。立民党だって、各選挙区に支部があってうん、うんえ、その選挙区支部長という肩書きでね、えー、役所と掛け合ったり、あるいはその陳情をまとめたり、 それをですね、まあ、立民党の党本部に持っていってね、その党本部の幹部を動かして、役所に掛け合うようなことだって、やろうと思えば、いくらだってできるわけですよ、補助金の,、うん、その手続きがあまりにも煩雑であるならば、それをですね、その立民党の,その党のぐるみでですね、どういうふうにやっていけばいいのかということを、みんなでその一緒にやっていくとかいうようなことを、あるいはその農業振興、地域振興、 こうしたもののその具体的ビジョンを詰めていくとかいうようなことはね、いくらだってできるんだけど、そんなコミュニケーションなんて、何にも実はね、これ、野党は取ってなかった。でね、うん、それとねあの、これはね、特に地方の方々は、うん本来ねあの、政権与党がうん各選挙区の,その代表として、議員としていないとね、これ、実は応道するんですよ。 予算的にうーん特に地方は、東京なんかはね、その都市部ではそんな別に、ですねあの与党議員がいなくてもその予算に頼るなんてことは全然、えー、全然というかほとんどないですから、はい、あ大して影響はないんだけれども、うん、でもと地方部に行けば行くほどね、田舎に行けば行くほど、もうこれはね、やはりその予算頼みなんですよ。うん 地方交付税交付付税金ありきなんですよやっぱりその地域の振興っていうのは。そういう意味でその予算付けをしてくれる政権与党の、えー、議員というものを必ずと言ってくれ本来排出をしなければ、うん、あ本来その、うんうん、自分たちの地域っていうのは回らないということを実は事実としてあるんだけれども。はい、ただその 今、その地方の人たちがですね、うんえー、皆さん、その老齢化して、第一線から引い取られるでしょう。うん、もう、その農業からも引いた、あそれから自分たちがそのやってるその建設業とか、うん、そういう事業からももう手を引いたと定年してね、もうそのビジネスの第一線から、もう皆さん、高齢化で引い取られるわけです。だから、その自分たちのビジネスを推進していく上でもね、 それほどその予算がどうだとかこうだとかあ、補助金がどうだこうだとかいうことにこだわりを持たなくなっちゃってるんですよあいや、もう本気で考えてないってことですね、まあ、言えば本気で考えてない。もうう引退しちゃったからあそうです、うん、本来ならば、ですね農家なんていうのはね、これはもう絶対的に政府・与党に勝たせないと不利なんですけども。うん その農家の人たちも、ですねもう第一線を退くというようなことの中でも、若い人たちがあ後継を継ぐということで、もうその補助金頼みというようなあムードじゃないんですね。うん、もっとそのなんか政治を自分たちのこととしてのものじゃなくて、客観的にその物事を遠く離れたものとして見て、あ自民党の裏金はいかんね、そしたらあ野党に入れようねみたいな、ひと事になっちゃってるんですね。うん 地方でだそれがね、えー、結局、この立憲民主党にどざっと票が入ってくるとで、若い人は選挙に行かないでしょ、うん、おそしてその、うん、与党に対する応援もしていかないでしょ、おこういう、まあ、構造になっていってると、そしてまたその補助金、助成金、予算付けというものがどんどんカットされて、減らされていく地方が減らされているということで、 えー、もう地方も政権与党の議員がいたって、対してその予算付けもしてくれないから、あ変わらないよねっていうような、そういう気分にもなってきてるんです、うん、で本当ね、この間自民党議員も、ですね、うん、各その地方部の田舎で、ですねかつてそのやっていたその予算のばらまきというのが、もうできなくなっちゃってるんですね、実質問題。うんうんうん でこういう、その、今まで自民党が持っていた磁石の磁力のようなもの、お金の力というものが、あどんどんなくなってくる予算を引っ張ってくる能力がどんどんなくなってくるとういうことで、次第とこう離れていったという、まあこういう現状が私はあるんだろうなと思います。予算のばらまき。 というのは結局、そのどこかからまあ、中央からお金を引っ張ってくるいうことなんですけどその予算に例えば頼らずにこの地域で僕ら何ができるだろうかっていうのをみんなで知恵出して考えてそして例えばどこかの予算に頼らなくても自分たちで町おこししようとか自分たちで特産品作ろうとか自分たちでもっと儲かるビジネスでもサービスでも考えてみようというそういうアイデアでもあればまだ こう当事者意識も出るんだけど、おそらくそれも多分ないんでしょうね、それはその通りだと思います。えー、もっとですね、その農業の、うん、自由化ということを推進をしていけば、それは確かにその強い農家たちは、ですね、うん、それによってその喜ぶかもしれませんけれども、別にそういう方策はなされてるわけでもないんですね。うん、やっぱり既存の,その農家を守ると おいうための方針というのが、これがあ、まあ、自民党の方針という点では、うん、本来その、うん、農家の皆さんというのは、自民党を支持してしかるべきなんだけれども、えー、農協もどこもですね、自民党にそっぽを向いてしまっているという状況なんですね、えー、でどうしてやっぱりこれだけそっぽを向くのか、まあ、農協だけじゃありませんよ。 うんそれぞれの各事業団体のですね、えー、率いているようなその政治連盟のような組織なんかでも、もう自民党にそっぽを向いているという部分があるのは、ですねやっぱりそのお金を地方に持ってくる力がなくなってるからということが大きいんでしょう、ね、あ自民党にって、ね、自民党にお金をその地域に持ってこれなくなってるから。 はい、お金の切れ目が円の切れ目でしたみたいなこんな感じなんですね。ええ、私はあの、そういうのうに思いますねでその立民党がそういう自民党の摘出、あるいは公明党の摘出によって票を伸ばした、それ以上のなんかあの割合としてはすごい伸びを見せた、国民民主党については、上山さん、どう見てらっししゃいまますか4倍になりました、ええ、そうですね。 あのー、立憲民主党は、これはあの左翼政権であると、はいあ、その証拠に辻元なんかがです、ね、はい、辻元清美などが党の幹部に名を連ねていると、はいうん、こういう左翼にはさすがに自民党がこれ、低たらくとはいえ、投票することはできないという中道層がいて。うんうん えーまあ、中道の中でも右寄りの人たちがいて、国民民主党ならば、ちょっと保守っぽいことなどを言っていてね、はいえー、まだいいんじゃないの、マシなんじゃないの、うん、という捉え方が、あかなり私はその中道右派の中にですね、うん、あって、えー、それがまあその受け皿となり、国民民主党が票を稼いだというように考えております。うん、ただね、はい ただね、これ、あの、そういうイメージはあるかもしれないけど、有権者の中に、国民民主党がね、えー、ちょっと星っぽいななんてね、いうことは、まあ、それイメージの話であって、実際にはそんなことは全くありません。あ、国民民主党が星っぽいだなんてありえないってことですね。うん、ありえません、これは。あの、<laughs> 私は、あの、 昨日ですね、えー、夢ラジオ先生の放送も聞かせていただきました。あ,ありがとうございます。<ー> <laughs> その中で夢ラジオ先生がいいことをおっしゃっておられましたね、私と全く同じことをおっしゃっておられましたけれども、えー、この国民民主党っていうのは、結局、労組から支援をされている左翼団体ですよと、確かにその立憲民主のようなですね、えー、これはあの自治労とか日教僧を母体としているような、まあ 総評系と言われる左翼の労僧ですよね。こういうところを支持母体にせずですね、民間系の同盟とか、中立老年系などがですね、まあ、国民民主の主な労僧の支持母体ではあるんですけれどもね、どちらかというと、まだそのまともなというか、ましなその労僧が国民民主党の支持母体なんだけれども、これ老僧であることには変わりないんです。 基本ねその労組、うん、っていうのは一体どういう人たちかというと、いまだにこの社会主義的なものの考えから抜け出せないようなです、ね、人たちが5万と渦巻いてる世界なんですよ、うんお。この方々に支援をされている国民民主党というのがです、ね、本当にその保守的なです、ね、日本のにとってその国益になるような日本の 本当の,その国威をその引き上げていくような政策を打ち出せるかというと、私はそれはできないと。例えばで、具体的に、えー、国民民主は皇位、うん、継承問題ではこういう言い方をしているんですよ。えー、女性天皇までは認めるけれども、うんうーん、この女系天皇は認めませんよと。うんうん、私、これが、ね、一番卑怯だと思ってるんです。一番卑怯なものの言い方。 あの、女性天皇まではいいってね。えー、確かにその過去ですね。八8代、10代に関してですね、えー。女性天皇がいらっしゃったから、その前例に即したものだって、いかにもなんか星っぽい話に聞こえるけれども、ひとたび今のこのご時世の中で、女性天皇を認めてしまうと、これは必ずですね、愛子様のお子さんだって、これいいじゃないと。なんで愛子様のお子様が天皇になっちゃいけないのっていうことになってね。 次のこの女系天皇に必ず持っていかれるんですよ。その一律化にされてしまうんです。絶対と言っていいほど。おこういうことがもう分かっていながらね、えー、いや、女性天皇は認めていいね。女系天皇はダメだけどね。なんてなね、こういうまやかしを言う国民民主というのは最も卑怯な政党であってね。えー、なんかこう保守っぽいことで保守の側からも 今日いただきますよとかといって、その支持母体は左翼ですよと、左翼の側からも支持をいただきますよと、こういうすべての偽装と粉飾によってね、えー、党を拡大していく、議席を拡大していくという、このやり方に対してですね、私は極めて不快な思いをですね国民民主党に対しては抱いている一人でございます。うん すると上山さんの観点からするとこの国民民主党が4からえ7から28へと4倍に増えたということも必ずしも朗報とは呼べないって感じでしょうか、はい、え全くその通りでありますでは適室に頼ってじゃあ自分では動こうとしない立憲民主党、はい、そしてあの結局は労組ソをあのバックとしまたあ あの高等官においては非常に卑怯な態度を取っている国民民主党、ここまで見てきたところで、はい、では、いよいよ次のパート3では、今回話題をさらいました、参、はい、政党および日本保守党という、こういう、はい、あの保守の政党、こちらにちょっと話を持っていきましょう。はい